多分ここ登った先の高野崎津軽半島の右の北端になります。風がなければいいんですけどね。 Google マップを使ってルートを紹介します。今日のサイクリングルートは新青森駅から奥津軽今別駅まで津軽半島の右側陸奥湾に沿ってサイクリングしています。新青森駅からだいたい50キロぐらい津軽半島右側の北端高野崎へ今から行こうとしております。高野崎はこのような感じ。この先端ではこんな感じの写真が撮れます。今ちょうど風がなくてなんとか登ってきます。これは向かい風来るともう全然進まなくなっちゃうんで歩きそうです。あと300メートルで高野崎どっちか分かんないですけどあと300メートルです。高野崎です。風がないのでなんとか登ってこれてます。新青森駅を出発して約3時間ほど北風がとても強くかなり時間はかかってしまいましたが津軽半島の右側の北端高野崎へ到着しました。ここお食事処海の駅高野崎でお昼ご飯を食べていきたいと思います。 Google マップを使ってここ高野崎を軽く紹介します。高野崎は東津軽郡今別町にあります。津軽半島の右側の北端津軽半島の最北端は外ヶ浜町の龍飛崎になります。ここ高野崎から見える景色は北側に北海道東側に下北半島の仏ヶ浦付近西方向を見ると津軽半島の北端龍飛崎を見渡すことができます。動画の後半でここから見える景色を紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。高野崎にある海の駅お食事処海の駅高野崎で、焼き干しラーメン600円を注文しました。津軽海峡向こうにはうっすらと北海道を見ながら食べるラーメンとっても最高ですね。これは喉が渇いたので水をいただきます。具材がわかめにタケノコですかこれ。あとはふのり、あとは赤身のチャーシューが入ってます。うん、塩分を欲したからね、今最高の味です。ここ高野崎はキャンプ場になっており夏になると多くのキャンプ客で賑わうそうです。周囲には周囲270度ほど海に囲まれております。これから高野崎の先端ほぼ島に近いようなところに進んでいきます。高野崎の灯台を過ぎ階段を使ってどんどん海の波打ち際へ近づいていきます。だんだん波打ち際が近くなってきました。風を遮るものがないため
かなり強い北風が常に吹いております。朱色の2本の橋が見えてきました。干潮時には一番北端まで陸続きになっているそうです。それでは一つ目の橋を渡っていきます。ドローンで撮影したかのように見える360度カメラで撮った橋を渡っている様子を紹介します。だんだん2つ目の橋が近づいてまいりました。この橋の上から周囲に見える北海道や下北半島の様子を紹介していきます。橋を渡って画面左側付近、うっすらと北海道が見えております。正面くっきりと見えているものが津軽半島の龍飛崎の方面、今来た高野崎、画面奥には下北半島の仏ヶ浦が見えております。干潮のタイミングであればこの高野崎の本当の先端まで行くことができます。私が使っているこの360度カメラはインスタ 360-1X2 という機種を使っております。概要欄に商品リンクがあります。ご興味のある方はご覧ください。360度カメラを使って写真を撮影するとこんな感じの写真も撮ることができます。ドローンで撮ったかのような自撮りであったり、リトルプラネットという機能を使って自分を中心に惑星のように表現してみたり、いろんな写真や動画を撮影することができます。ここ高野崎でも写真映えするスポットがたくさんあります。ぜひ一度訪れてみてください。もう一度高野崎の場所を紹介します。新幹線新青森駅から車で約1時間奥津軽今別駅からの場合は約15分ほど、津軽半島の右側の北端高野崎、夏はキャンプ場でとても賑わっているそうです。本日はここまでご視聴いただきありがとうございました。ツイッターやブログもやっております。よろしければフォロー、チャンネル登録お待ちしております。